僕は、イーグルは、徳間のベルズから2000年から2003年にかけて、刊行された、夏見正隆の長編航空小説である。全4巻。後に開筆訂正された、スクランブルシリーズが、徳間文庫より、全5巻で刊行され、続編が6巻書き下ろされている。航空自衛隊を取り巻く環境や日本の政治批判を、通して、 今の日本を現状とそれぞれの登場人物の成長を描く。舞台の中心は小松基地や日本海で、その他にも宮崎県のニュータバル基地や宮城県の松島基地が登場する。本書の作者は現役のパイロットということもあり空戦シーンなどは詳細かつリアルに描かれている。航空機も多数登場する。 航空学生の T-2 高等練習期課程を終了した風谷治は高校の同級生で恋人だった月夜の瞳の結婚式に出るために東京の白金の教会にいた風谷ではなく違う男を選んだ月夜のを忘れ訓練に没頭していくそして3年後謎の国籍不明期の対処にスクランブル発信した風谷は スマイナス24に撃墜されてしまう。そして搬送された病院で、かつての恋人、月夜野と再会し物語は、進んでいく。 ISBN 978から41億9850万 5004ISBN 978から41億9850万 5295ISBN 978から41億9850万5684悲しみの亡命期 ISBN 978から41億9850万6087スクランブル イーグルは泣いている ISBN978 から41億9892万8544スクランブル。洋撃の妖精 ISBN978 から41億9892万8865スクランブル。復讐の戦闘機、上 ISBN978 から41億9892万9152スクランブル。 復讐の戦闘機、下 ISBN978 から41億9892万9169スクランブル、亡命期ミグ 29ISBN978 から41億9892万9916スクランブル 尖閣の死後天使 ISBN978 から41億9893万2657スクランブルイーグル生還制よ ISBN978 から41億9893万2930スクランブル空のタイタニック ISBN978 から41億9893万6006スクランブル ワイパーゼロの女 ISBN978 から41億9893万6778スクランブル。不死見のイーグル ISBN978 から41億9893万9823スクランブル。あらわしの血統 ISBN978 から41億9894万614。ありがとうございます。